お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はねマルチトラグネやっていきたいなと思います。で 3C ロイグでやろうかなと思います。で前までゴーストだったんですけど、なんか知らんけど今ダクプリ型なんですよ、みんな。なのでダクプリの方がね多分デッキパワーがあると、まあいうわけでねダクプリ型やっていこうかなと思うんですけど、なんか5連敗ぐらいさっきして結構慣れてますね本当にただただ慣れてるんですけど、まあ三試で一旦三試でねやりつつも、まあ今シーズンあと3日ぐらいで終わっちゃうんですよ。そう、あと3日ぐらいで終わるんですけど、昨日やっとねスケドラが完走して、そうあのスケドラ欲しいみたいな感じでなんか一人でクラン立ててぼっちでいたら、あのクラントレジャーハンター、あのクランのね方々がこうスケドラあげるよっていうので親切にねくださり、なんとね、まあ、昨日完走しましたと、まあ、いうところでスケドラもね使えるようになったので、まあ、シーズン終盤あと600、700を上げないといけない展開ですね。もうすぐ8000まで出てないんですけど、おお、なんかおしゃれだな。なんだこれ、ナイトゴブリン、なんかなかなかわかんないトリッキーなデッキ聞いたんですけど、そうトロを結構上げないといけないので、まあ最後まで3死出るかとかすごい際なんですけど、よいしょ、おい、なんかすげえデッキ引いちゃったな。おー、ナイト、ロケホーン、スケアミ、ゴブリンバレル、ゴブリンバレル、やばい、普通にトラボを使った、これやばい、これ。あ、でもダクプリで、ユーのダクプリでおしゃれに受けたい。なんだこのデッキ、ちょっと待って、相手のデッキね、同様が、うわめっちゃヒースピー、そんなヒースピーができたのか。いや、いいぞ、おい、来た、これが見たかったまであるですね。でここはダックプリで受けつつキング起動しつつで、まあ、一応カウンターにねでアイゴレつけてスケルトン部隊とかも突破ゴリ押ししたいんですけど、ワンチャンがメガナイトとかそういう風なユニットもねありきりと言ったところで、いや、ハンターめっちゃ刺さるよ、それ。いいよ、この、え、やばい、今ので300ぐらい入ってる。からの、これもう一発打てるんじゃない、お前。あー、ナイス、やば。結構引き気味のやばがね、出ちゃいましたけど。まあいいんじゃないでしょうか。ワンチャンこれ、あー、相手諦めたやつもあったと思うんですけど、高め三死して、ちょっとうざいっすよね、これ。絶対うざいっすよね。あ、ロケッティーなるんかい。ロケット。ロケッティーな。で、まあ、左にダックプリで受けつつ、右ハンターあるんで、ホグですね。相手のデッキはホグと。で、ウッドとか見てないので、これヒースピつけるだけお得じゃねっていう感じでね。インフェか。まあ、これロケだったら三種結構無双する気がしますね。オッケー。これ回収して、あのロケ砲に U の飛ばしてあげたいですね。いや、飛ばしてあげたいけど、飛ばしてあげたいけど、スケルトン部隊が来る。そんな感じがしました。で、ホグバレルされて、ワンチャン一気に持ってかれるのだけは気をつけたいですね、僕としては。ホグバレル。おい。おい。おい。いい。で、あのロケ砲を、処理できるかな。いやー、できるんかい、ナイス。で、これ、スケルトン部隊いなくなったら、多分僕の勝ちなんですよ。あの、マジで。相手、スケブと、インフェ。インフェなら、これ、トップできるでしょ。あ、いや、なんか。さすがに。お願いかざして、俺の今の連敗の沼を、連敗の沼を救ってくれる。あ、ナイス。まあ、ロケだったので、結構ね、立ち回りやすかったところはありますね。いやー、でかい、マジで。いやー、どうしようかな、本当に今季。ロイ、まあ最後スケラ、多分最後スケフリなんですよね、僕トラゲに使うの。最後はスケフリになるかもなんですけど、ワンチャン三種でめっちゃ上がれれば。三種も上に結構いるので、上がりたいですね、マジで。マルチ、今年はというか、こう、麦がね、ボノスに入って、まあ、経験もいて、こう、みんなマルチ強いんで、なんかね、そう、負けたくないですね。負けたくないって言ってもレベル高すぎるんですけど、まあそこにこう、這いつくばってね、もう死ぬ気でついていけるようになれれば、まあこう、すごいね、レベルアップできると思うので、しっかりプレイ見つつね、こう、どんどんトロ上げていきたいんですよね。これはね、タルガバない、ないともない。ここを言うので延命してあげると、
相手は絶対きつい。絶対きつい。あ、でもトルネか。トルネはやめて。あ、あ、あ、いい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 よ。からの、スケラ来たらダクプリタルボブで守る。来なかったら、ダクプリ。いや、これ無視でいいな。あー、このダクプリいらないっすね。ぶっちゃけ。あー、まあ、あってもいいのかな。わかんないけど。正直いらない感じがしましたね。で、スケラ来たら、ハンターですね。スケラに対してのハンターの位置は、このタワーの真横っていう、ね、真横だった気がする。横。横にすると、結構ダメージ抑えれます。っていうね、いい情報をお話しします。で、遅延スケラだ、今回。3周後ろにしたら、あれですよね。トルネメで巻き込めない。トルネメで巻き込むとキング起動しちゃうので、これで、OK、絶対、まあ、2体側にポイズン打たれるんですけど、1体が生きると。いや、これ強えな。トルネがね、打てなくなったっすからね。スケラ、キング起動しちゃうっていう。さあさあさあ、で、ここを、あの、2体残ってるうちに繋げつつ、絶対タルババあっちに咲くでしょっていう。そしたら、こっち側のね、こう、ヒースピが、まあ、絶対生きてくれるよと。いやー、ヒースピ生きるものの、もののですね、いやこのカウンター嫌ですね。まあ、ダックプリしたの、ハンターぶち当てて、いや、いい、ダックプリ優秀。おい、おい、ダックプリ優秀。で、ハンターやられちゃうものの、まあまあまあ、多分大丈夫だと思うんですけどね、正直。一回言うので、様子見ると、ワンチャントルネも、トルネも視野に。うい。高めポイズン？はい、ポイズン来る。いや、オッケーオッケーオッケー。いやー、全然悪くないですよ。悪くない。うい。左入る。で、僕は右を削りたかったんですけど、まあ、若干左削りも視野に入れつつって感じですかね。そろそろ。で、このフルカウンターを止めなきゃいけない。ヒースピ咲いてなかったらな、マジで。あの、いい感じにできたのに。三子展開して、わざとね、ポイズン誘って、みたいな、技もあったんですけど。よいしょ。うい、耐えれるのは耐えれるけど、攻め手にかけますね。オッケー。いや、これでけ、めっちゃでけ。で、逆に、2、1にしつつ、ちょっとむずいですよね。サポイズン使う。ほい。ほい。あ、いい。いい。で、ローグ飛ばしつつ、この、あ、このアイスエースのダメージダメだって言ったろ。母ちゃん言ってた。このアイスエースのダメージが負けになっちゃうよって。いや、これ事故る。いやー、事故る。でけえ。で、トイレね、使ったので、ポイズンスケラ回り。おー。オッケーか。まあ、ここはさすがに固めていいっすよ。耐えろ。耐えてくれ。耐えてくれ。耐えればもう何でもいいですからね。オッケーオッケー、いい。大ダメージ受ける。大ダメージってことでもない。で、ごぼうりがあるので、一回ステイの。こっから難くなってくる。来るぞ。このね、固めスケラが良くないですよね。ぶっちゃけ。ぶっちゃけね。けど、正直耐えれる。正直耐えれる。耐えれば何でもいい。ダックプリがね、鬼強いんですよ、ダックプリが。オッケーオッケー、いい、耐えれる。しかもなんかじいさん来る。これ、絶対スケラー。ヒースピ？ヒースピ？ヒースペック？ヒースペック？いや、ベビーだな。これベビーの竹を取るのが大事。ベビーの竹。で、ポイズン来たら、ヒースピで回復してあげて、来た。あれ？あ、俺のヒースピ？お前どこ行ってんだ、お前。違う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 。どこ行ってんだ。これ高め三振して、圧をね、圧をかけて、圧をかけて、やばい、ワンチャンやばい、ワンチャン捕まれる。出た。最後のスケラの一振り。やめて、やめて、やめて、やめてー。危ねえ、このトルネに。やめいった。もう、目が、まばたき一回もしてなかった、今。やばないっすね。なんか攻めトルネとかされるとワンチャン持ってかれそうになりますね。まだされてなかったんですけど。いやー、勝ててでかいっすね。なんか前まではもう、トルネードでタワーへのダメージがなかったので、もう、キングーラ三重子をトルネでまとめて、ポイズン徹底されると言っちゃえば三子側が結構相性悪かったんですけど、今みたいな、今回だと、後ろ三重子展開でもうポイズン打ちしか相手はできないので、まあそうなるとちょっとね、戦いやすくなりますよねというところで、コウモリ！コウモリ！カホーンされたコウモリが、相手はいますね。スケコウモリと、嫌だな、嫌な香りがするなぁ。
何のデッキない君は。ロイジャイだな、ロイジャイだけど、え、んスケゴモリデリウッド、んファイブ、うん、デリウッドファイブ、ん前のロイジャイ、なんかちょっと前に、結構前に流行ったやつかな。いやでもそれだったらないなんですけどね、普通に。まあだから普通に悩ますよね、ファイブウッドデリって。あー、しかもスケコウモリ、あー、悩ますよね俺って。負けたじゃん、なんかもう分かっちゃいますよね、負けたじゃんこれ、と思いつつも、相手のデッキに、皆さん書いてください。ファイブウッドデリってことは僕の三重子はもう活躍しないんですよ、ロイヤグも。なんですけど、ファイブウッドデリってことは陸受けがね、気持ち的に薄くなっているので、僕の U の突進が抑えられない、そして僕は勝てるという未来が見えました。で、ここでアイゴルハンターで相手のハンターから処理します。うわ、うますぎ、それはうますぎバルト。え、お前、まだまだまだ、いやいやいや、もうそれはね、決めつけ、あのクラブアニメで決めつけってダメなんですよ。 あなたのデッキはこれでしょって、もうそれですよ。まあ読みっていうのか、うん、じゃあいい。あー、痛いよー、俺の。いや、今のはね、さすがにうまいけど、うまいんだけど、もし俺が違う防衛、トリトンある三子だったら、終わってるからね、君。もう、おこだよ、おこ。よいしょ。はい、こんにちは。さすがにファイブ、え、やばくない？今ファイブ打ったじゃん、さっき。待って待って、本当に疑惑、疑惑、疑惑なんだけど。おーい、しかも打ってある。って。ええー、て、ほんとに、こんな、無理やんけ。あはは、言うの頑張る？言うの頑張る。で、デリでしょ。デリを、ヒースピで、うーい、学させるものの、無理。やるぞ。いや、耐えれる、耐えれる、耐えれる。相手ハンターいない。耐えれる。耐えて。耐えて。耐えれない。いや、ほんと、お前、うちのハンター。あー、これはね、もう、しょうがない。そう、やっぱしょうがないこともあるんだよね、クララ。いや、ワンチャル、マジでワンチャル。え、ワンチャル、ワンチャル。で、コウモリ来て、俺のダックプリーついでに。あ、いや、無理だ。頑張ったことにしよう。まあ、頑張ったらいいですからね。はい、しょうがない。いや、もうね、これをね、引くとね、なえちゃうですよね。萎えるんですけど、まあそういうものなので、一回これはもうなかったことにします。今僕は2連勝中です。ここで勝てば、3連勝で74到達。よろしく、よーし、行くぞ。これ勝てばもう全部プラス。よし、スケバレー、あい、迫撃ですねか、ゴレクロ、どっちかでしょうというところで、これは攻めたいな。攻めるとファイブ防衛してくれます。ほぼ確で。いや、メガナイトやんけ、お前。メガナイトスケバレだった、最悪。それだけは考えてなかった、マジで。メガナイトスケバレは違くない？普通。なんか、選択肢に出てこないじゃないですか、普通は。なんでそんなおしゃれなことしてくるかな。あ、やばい、終わる、マジで、終わる。終わる。ザップくんな。あ、やばい。いや、耐えれる。いや、終わる。うわ、耐えた、でけえ、耐えろ、もうちょっと。よし、いや、僕はこっから勝ちます。いや、マジで、メガネットスケバレ今いないっすから。ほんとに、マジで、忘れてた。いや、これに関しては、僕が悪いんですよ。さっきの決めつけ理論ですよね。いやー、やっちった。絶対迫撃の入ってるやつか、ゴレチンパンだと思ったんですけど、いやー、痛いけど、この844僕も一生守りますから、本当に。この844だけは、もう傷一つね、与えさせない。僕はね。あー、やばい、傷一つ与えさせないとか言って、ハンター後ろから裂いたら、スケバレの落下ダメ入るやんけ。おー、ボケ。いや、あるぞ。オッケーオッケー。いや、全然。おー、スケバレから殴る。いや、そっちじゃねえんだって。いやー、痛い。このダメージが痛い。いてい、やでも相手ちょっとメガネでスケバレ慣れてない顔してんな、これ俺には分かるぜ。おっとって言ってやがる。いや、これあるぞ、マジで。いや、ある気がするんですけどね。まあゲッツ三死しつつ、うい、拾いたい。オッケー、まあ2発。にゃ、痛い、にゃにゃ、やばい、なんか気温くなってるし、気のせい。あ、俺いけるぞ。
あら、いけるぞ。来いよ、来いよ、来いよ、来いよ。で、ここで、うしょ、うまい、うまい、うまいが全然、やばい、やばい、やばい、もう、やめてよ、ほんとに。あー、これ、吐き気落とす。で、拾う。あ、でかい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 。でかい、でかい、でかい。う、う、耐える?あ、痛い、やり、やり、やり、あ、あー、まあ、そういうのもありますよね。マジでこれ、絶対勝てるんですけど、僕が初っ端に、メガネつけばね、存在を忘れていました。というわけで、もう今日ね、寝ます。はい。もう試合行きたいんですけども、寝ないと明日出社しなきゃいけないんでね。ちょっとね、チームメイトに迷惑かけれないので、っていうね、理由を添えて、寝ます。逃げます。おやすみなさい。あー、待って、もうマジで最悪だわ。もう絶対勝てたし、なんだし、これ、っていう。ね、まあ、いつしますか。というわけで、ちょっと今シーズン、あと3日でまあ700あげるんで、楽しみにしておいてください。あげなかったら、まあなんかしたいですね。本当に、プレゼント企画でも、罰ゲームでも何でもいいので、まあなんかしたいと思います。はい。頑張ります。お疲れ様でした。チャンネル登録、コメントも。ぜひお願いします。またね。バイバーイ。